はい、皆さんこんばんは、原田です。2を2、挟んでいきたいと思います。最近動画をアップできていなかったんですけども、この2を2をより楽しく遊ぶために読んでいる柴先生の太鼓記、これがね、面白くてね、夢中になって読んでたらゲームする暇がなくてですね、まあ本日金曜日ということで、まあさすがに遊んでいこうかなってことで、今回はこちらのゲームで遊んでいこうと思います。はい、それではね、事変へ進むこちらに行きましょうか。次はどこになるのかな。秀吉は功績を重ね、その活躍は評判を呼びつつあった。だが未だ世に誇るほどの名は立たず、重臣たちの乗馬の靴輪を取る役に甘んじていた。ルイス・フロイス日本史。ふむふむ。これはどのあたりの話だろう。ちょっと間があって、空いて、何したか忘れたな。あ、斎藤家を滅ぼしたんだな。斎藤家というか。柴田勝家か。柴田勝家と秀吉は仲が悪いんです。とってもね。後で戦うことになるかな。おお、殿のお箱が出ましたな。あつ森か。美濃の平定、大義である。今宵は宵へ。はいはい。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、あ、そうそう、岐阜って作ったの。信長なんだよね。天下取りに乗り出す。岐阜の名前を作ったのかね。さすがは我が殿。やばい、献上される女として。であれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。あれかな。シャシャリで打って、こいつは柴田勝家か。仲悪いっすね。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を許す。おお、ありがとう。ただし名は秀吉とせよ。もう主人公のヒデから取ったっていう設定なんですね。東吉の歴史と。確かにそうか。古今例がない。古今例がないって。他に類を見ぬ働きが、お主ら二人であればできよう。まさに二王のようにな。出た二王。前作のウィリアムみたいな感じですね。秀吉の名。次は羽柴をもらうのかな。天下取りの第一歩として畿内の完全掌握を狙ってる。畿内にはまたあるんだよね。これを阻む越前の朝倉を打たねば西へは進めん。遺産で越前に向かったはいいが、遠征中に教報が届いてない。浅井さんが寝返ったんだっけな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が織田を裏切ったよ。しかし苦境こそ好機。出ましたよこれ。秀吉の名をさらに轟かせるためのな。秀吉がしんがりをね、申し出たんですよね。ここで、はい、それではこの引き口に待つもの、これをね遊んでいきましょう。秀吉がしんがりになって、で信長とかを逃がしたと、そういった話になりますね。確か家康もね、この時秀吉逃がしてもらって、家康はね、この時の恩を忘れていないっていうのがあった気がするな。逆だったっけ、忘れちった。藤吉郎、このままでは浅井朝倉に南北から挟まれちまう。逃げる時を誰かが稼ぐしかない。とはいえ、残る奴は十中八九討ち死にするのが相場。だがな、秀の字。この難題を乗り越えてこそ、俺たち秀吉の実力も示せるってもんだろ。信長様は俺たちがしんがりに残るのを許され、一足先に撤退された。そう、信長はね、めちゃくちゃに逃げまくったという話でしたね、太閤記では。
心配するな。戦上手で名高い明智光秀殿が別動隊で先導し、俺たちに加勢してくださる。光秀殿と力を合わせ、逃げながら敵を食い止めるぞ。ほうほうほう。前作の二王でね、光秀出てくるんですよね。あの、陰陽師の人としてね。今もそういう力持ってんのかな。とりあえずミッション始めちゃいましょうか。はい、ミッション開始。舞台の説明になりますね。越前と近江の国境に近い金ヶ崎は、鬱蒼とした森林と切り立った山々が複雑な地勢をなす難所である。西南から迫る敵に備えて朝倉家により防衛拠点が築かれ、軽装の地となった。多くの攻防を経て山野は荒廃し、人跡人跡かな、まあどっちでもいいや、は耐えて久しい。獣道のみがこの地を行き交う者たちの存在を思わせる。それじゃあ進んじゃいましょう。だいぶ攻め立てられてるかな、秀吉は。誰だこいつら。あ、明智光秀さんですよ。これは陰陽師、陰陽師っていうか、おそらくですけど。でこいつは誰。でもあんなん技使われたら普通ビビるだろ。光秀様、もはや藤吉郎は撃たれたと見るが妥当。うんうん。これで乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。奴は霊石を用いて調和を乱す男、そう踏んだが。あれ、どっちが光秀だ。手間が省けた。引くぞ、利光。ああ、なるほどね。こいつらとはやり合うんだろうな。まあそりゃそうか、藤吉郎が明智光秀を撃つんだもんな。おお、コロクさん。コロクはもうずーっとね、藤吉郎のね側近ですからね。強え。鎖釜か、かっこいいな。もうここで女たちに助けられるか。それはまあ帰っちゃうよね。よし、時は十分稼げた。俺たちも逃げよう。こっちよ、ついてきて。春はずっと仲いいんだな。うん、越前の国金ヶ崎、それじゃあ遊びますか。なんかもらえるかな。っていうか、あれ、あんた誰。無名殿は先に様子見に行かれました。私はここで藤吉郎殿と小六殿の到着を待ちましょう。秀千代殿はどうぞ先。なるほど。無名殿の後を追ってください。竹中半兵衛だな。うんうん。はい、そしたらみんなを追ってね、まあ遊んでいきましょうか。はい、ボスの直前の祠まで来ました。ご覧の通り裸なんですけども、これ初見でのムービーが撮れてなかったので、まあ、だいぶ練習してもう裸で倒せるようになってからの、録画になってます。装備はまあ裸に、大太刀と刀、これでいこうと思います。よし、それでは、ボスのところまで行きましょうか。まあ2回目以降でもね、ムービー見れるような設定にしましたので、大丈夫かな。それじゃあ行きましょう。ボスはなんか道中に出てきたすげえ厄介な敵になりますね。ここで春ちゃんが味方してくれたらよかったんだけどな。かわいいな、何度見ても。音量が春を取り込もうとね。で、ここのね、集落を通ってきたんですけど、ソファヤ州の集落っていうところを通ってきまして、ムミはおそらくそのソファヤ州なんじゃないかな。ソファヤ州っていうのはあやかしを切る一族みたいですね。ムミはもそうですからね。よし、やっていきますか。開幕は冗談で、目をぶった切ります。あとは中段のこの月でね、チクチクやっていきます。
これ翼から出してきた時はちょっとね手前に引きつけた後に懐潜ってこうやってで脱出すると、僕はこれが一番いいかなって思いますね。あ、目もう一つ傷つけられた。あぶね、あんまり潜りすぎるとああやってつかみ攻撃やられちゃうんで気をつけてくださいね。飛び上がったな。では飛ばしてくるんですが、あの翼をね飛ばしてくるんですよね。やべやべ、常闇状態になっちゃうな。刀の上段に構えます。で、あの赤いのがあるところを確認して、この翼攻撃が終わった後破壊すると、で攻撃よーし。お、しかも妖怪武器が思念を放出。でももう刀は常闇でしか使わないからもういや。あー、上段になってる上段になってる。死ぬ、構え1個違うだけでね死にますからね。厄介ですよねこのゲームは。何回死ねばいいんだろう本当に。2、30回はね死んでる。30は死んでるな普通に。飛んじゃった、めんどくさいな。あの翼の攻撃はね遠くにいるより近くにいる方がねなんかかわせますね。あー、後発体の怨念に当たっちゃった。おい、またか。刀の上段に構えて赤い場所をチェックしたら、こいつが飛ぶのを待って、あの攻撃が終わった後に、はい、で身内、よし、いいぞ、逃げろ、そして逃げろ、逃げて。ね、めちゃくちゃ調子がいいですね。こんなこと今までないですね。これはもうあの多少食らっても戦略使ってご利用していきます。もうしょうがない、うん、おー、もうあと3分の1か。本当に調子がいい。あとはなんかつかみとかで打ち掘らなければね、まあ事故っても戦略使っちゃいますけど。あれ、あと4分の1いけるぞ。これはこれやだな、いけなかったら。翼パタパタアタック攻撃の後につかみ攻撃やってくるんですよね。やべやべやべ、あぶね。あー、コントローラー震えた。コントローラーというか自分が。あー、でも本当にもう少しだな。これ常闇入らずいけんじゃないか多分。もう常闇向こうに入られたら妖怪化します。妖怪化すればねダメージ自体は食らわないんで。あ、でも空飛んでくれたな。あぶね。空飛んでくれ。あ、飛んだ。で、この攻撃の後に、よし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 、じゃあ妖怪化しちゃいますか。おい、行くぜ。はいはい、あー、終わった。やった、無意味な必殺技をしやろう。ん、この猿の必殺技、あれ、あ、敵がいないと必殺技しても攻撃しないんだ。でもよかった、終わった。いやー、2回かな結局食らった攻撃。こんなのマジで今まで本当になかった。いやー、やっと先に進める。いっぱい道具もあるし。そいじゃあ、はい。進みまーす。撮れてるよな、動画。大丈夫だよな。うん。
はるちゃんはどうなったんでしょうね。袋を倒して解放されたかな。この子はやっぱソハヤ衆ってことでいいのだろうか。あ、ようやく穴に棒を通すと。周りの怨念が光ってるな。やっぱり、やっぱりその小刀は、やっぱりって言っちゃった。斎藤道さんもソハヤ衆って言ってましたよね、元。これは何の守護霊だ。幼い私を拾って育てたのはあやかし？ソハヤ衆。ソハヤ衆、そっかそっか、斎藤道さんと一緒ですね。元ソハヤ衆ですからね。掟を守り、あやかしを借り続けてきた。うんうん。あ、この刀、道さんが破壊したと言われる。光を取り戻すとき、常闇を払い、亡者を清めると聞く。でも道さんぶっ壊したんだよね、この刀。みんなソハヤ衆と関係してんのかな。うん。輝く道筋をようやく示した。なんだこっちゃ。クラゲか。頭がクラゲっぽいけど、あの守護霊。おお、セクシー。人魚かな。それで刀と唾を合わせないのだろうか。これはソハヤ衆の怨念なんですね、漂ってたのはね。みんな成仏できたみたい。綺麗すぎる。え、結局ツバとは合わせないの。おい、主人公もソハヤ衆と関係あるってことですもんね。この刀、光る刀持ってるってことは。おお、陶器しろ。あ、信長無事に帰れたみたいですね。ん？気持ち悪い兜つけて。あ、松永男児を久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。出た。柄にもない真似を。無印に出てきたあいつだ。これはお味方ですから。おお、喜んでる。最後に出てきた久秀さんはね、無印でも登場するんですよね。ただ無印ではもう死んだことになってると。まあ信長に殺されてるからですけど、まあそのシーンも、シーンというか戦いもあるのかな。それで藤吉郎さんですね。友軍の加勢もない中、うまく道を切り開いたな秀の字。まったく光秀殿の軍勢はどこで何をしていたのやら。ともあれ、信長様がご無事で何よりだ。信長様は松永久秀殿の手引きで岐阜に戻り、反撃の支度に取り掛かるよう早速下地を飛ばされた。俺たちも休んでる暇はないぞ。にしても無名がソハヤ衆だったとは。半分あやかしのお前を敵視してたのもうなずける。ま、お前らの溝が埋まったならよかったよかった。今後も頼りにさせてもらおうと。陶器城は気楽だな。うんうん。そう、いっちゃあ、またサブミッションで遊んだら、次はこの死山氷河、こちらかな、遊んでいきたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。